スクイージー、スポンジ、チョークアルバニアのティラナのオープンソースカンファレンスアルバニアの反則資料をシルクスクリーンで作成する。ヨーススクイージーは、まっすぐで滑らかなゴム製のブレード部分を使って平らな表面の水分を取り除くのに使う道具である。スクイージーの名はそのオノマトペから来たものである。掃除と印刷の際に用いられる。元来のスクイージーは、 柄が長く、ブレード部分も木製で、漁師が船のデッキの掃除をする際、魚の血や鱗を擦り落とし、水で洗い落とすために使っていた。スクイージーの中でも最もよく知られているのは、おそらく手持ちサイズの窓用スクイージーであり、これは、ガラスの表面から洗浄液や水を取り除くために使われる。石鹸水が潤滑油の働きをして、汚れを分解し、 つーーいでスクイージーには反対側にスポンジのついたものもあり、これはバケツの石鹸水を吸い取らせて汚れた窓を洗うのに使う。20世紀に超高層建築物が建設されると窓をより効率よく掃除できる道具が必要となった。清掃業者は シカゴスクイージーを使用するようになる。これはゴムのブレードが2本ついたかなり大きな道具である。ブレード部を取り替えるにはネジを12箇所緩める必要があった。ブレードが1本の窓掃除用スクイージーは1936年にエトレーステコンが特許を取った。ステコンのスクイージーは軽量な真鍮と尖って柔軟なゴム製ブレードとで作られていた。 エトレープロダクツ株式会社は、現在でもスクイージーの製造業者大手である。スクイージーを使うと、取っ手の長さ分、掃除の手が届く範囲を広げることができる。シンプルなスクイージーは、家庭での使用に向け、シャワーのドアや、浴室のタイル、車庫の床など様々な目的に合わせて生産されている。清掃業者に特化したものとして、 ブレードの下側にマイクロファイバーが付属されて、汚れを洗剤で分解するのと汚れた水を取り除くの、同時にできる一般に、スティーラーと呼ばれるものもある。業者が、スイベル法、扇法と呼ぶ方法とは、一連の往復運動を行い、スクイージーの最先端の水分を保持したまま、方向転換するやり方である。このやり方ならば、反対側でターンし終えると、 水や汚れが取り残されることがない。しかし直線的な往復運動の方が、水平方向にしても垂直方向にしても、通常は、扇方よりも、ずっと効率的である。水滴が少々残った場合は、布製、紙製のタオルで拭くよりも、セーム側のクロスで拭く方が良い。この原因としては、スクイージーが誤って曲げられ、ゴムのブレードの下の水、 もしくは窓の上辺へと押し上げられた水分がガラスの乾いた部分にはみ出している可能性がある。スクイージーを傾ける方向はガラスの上でブレードが水を濡れた側へと押しある方向に地させなければならない。窓清掃業者が使う別の方法はガラスのすでに濡れた部分をブレードでトントン叩きゴムのブレードについた。 余分な水を取り除くやり方である。代わりに、ゴムのブレードの水分を、タオルで拭い取ることもできるが、この方法は、手間がかかり、柄に拡張棒を取り付けている場合は特に、実際的ではない。ギネスワールドレコーズによれば、世界で最も早く窓掃除ができる人は、イギリスエセックスにある南オッケンドンのテリー・ブローズ、という人物で、彼は2005年3月、 バーミンガムの国際エキシビジョンセンターにおいて一般的な45インチ45インチの窓3枚一組を9.24秒で吹き上げた。彼は11.8インチのスクイージー2.4ガロンの水を使用した。日本においても1986年から2年に1回、社団法人東京ガラス外装クリーニング協会の 主催で日本ガラスクリーニング選手権大会が行われている。フロア用スクイージーは窓用スクイージーに似ているが、ほうきのような長い柄がついている。水や石鹸水を撒いた後、水を排水管に吐き流すのに使う。フロア用スクイージーは、軍隊の弊社やスーパーマーケットの生肉部といった定期的に床を掃除する必要がある場所でよく使われている。 病院では手術室や通常の診察室などで生じたあらゆる汚れを清掃するためにフロア用スクイージーを使用する。これはスクイージーの作り自体がより衛生的な清掃を可能にするためである。スクリーン印刷ではスクイージーはステンシルやシルクスクリーンの裏にインクを均等に広げるために使われる。 これにより、印刷表面の画像をクリアにすることができる。シルクスクリーニ用のスクイージーは通常、窓用スクイージーよりも厚くて柔軟性の少ない、ブレードを使っている。スクイージーはまた、写真を現像する際、印画紙を洗ってから乾燥させるとき、シワやシミを防ぐために使われる。ブレードの硬いスクイージーは、透正タイルを表面に貼り付ける際、メジゴテやグラウトゴテと、 同様、グラウトや接着剤を塗るのに使用する。また同様に印刷物を、看板や掲示板に貼り付けるときにも使用される。馬用のスクイージーは、馬の外皮から汗を取り除く際に使用される。窓掃除用のスクイージーに似ているが、馬用はブレードが湾曲している。アメリカ同時多発テロ事件の際には、窓掃除業者のヤンディモーチャーは、スクイージーを使って、 ワールドトレードセンター内のエレベーターシャフトから自身を含め6人の脱出に成功した。黒板を自動で消すスクイージーを使用している大学もある。テニスコートから水分を排出し乾燥させるためのスクイージーもある。ありがとうございます。